はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。ついにね、公開されましたね、コールオブデューティーモダンウォーフェアのマルチプレイの映像がね、ついに昨日発表されました。まだ見てない方は概要欄に、リンクを貼っておくので、まずそちらをご覧になってからこの動画をね、見てほしいなと思います。で、今日の動画では今回発表された内容をちょっと振り返りつつ、僕なりのね、感想をちょっと喋ろうかなと思います。今回の発表内容、新ルールのガンファイトっていう 2v2 のリスポンなしのね、ルールでしたね。10ラウンド選手で、なんかリスポンした時にまた武器がランダムでクラスが変わるみたいなシステムで、まあ有名配信者の TP とかカレッジとかを呼んで 2v2 でやってたんですけど、まず最初にちょっとこれ言わせてほしいんだけど、良くも悪くもなんか思ってたのと違う。思ってたのと違うんだよね、なんか。いや、面白そうなんですよ。めちゃくちゃ全然面白い作品だろうなっていうのは感じるんだけど、なんか思ってたのと違う。まあなんでかなって思ったら、まあ新エンジンによるこう動作が全然違うから、それのせいでね、かなりこう新鮮に見えるというか、今までと違う COD に見えたのかなっていうのと、まあ皆さん思ってたと思うんですけど、もっさりしてる、多分これ多くの人がね感じたと思うんですけど、そのもっさりしてるっていうねところなんですけど、僕なりにちょっと考えたところがあるんで、まあそれも後々に話そうかなと思います。じゃあまずちょっと今回の発表で、まあ僕がいいなって思った点、いい点をまあちょっと上からドバーッと振り返っていこうかなと思うんですけど、まずそのさっき話した新エンジンによる、まあ動作がかなり違う、リアルな動作になってる。もうほんと挙動がね、なんか人間っぽくなりましたね、やっと。なんかこう走る時とか構える時とか殴り、まあそのあるじゃないですか、その殴ってから走るとか、そういう動作の移行シーンがすごくスムーズになった、人間っぽくなりましたね。で、動作面はスライディングがあります。なんだけど BO4 みたいなやつ、すごい素早いスライディングじゃなくて、ゴーストのようなちょっとねスーみたいな、ちょっと遅めのスライディングだから、そんなに強いスライディングじゃないかなって感じですね。あとリーンがありましたね。このリーンはゴーストの時にもあったんですけど、まあ、ゴーストの時はそんな強くなかったかな、あんま使ってる人いなかったかな。でも今回はかなりこうがっつり覗くようなレインボーシックスのようなリーンでしたね。で、新しく後ろから殴った時とかに、あの処刑シーン、フィニッシャーっていうんだけど、まあヘイローとかギアーズとか他の TPS、FPS によくある、やつかな、こう処刑シーンっていう。そして次にグラフィック面がやっぱりかなり、綺麗になってるなっていう印象でした。で、ここでみんながその感じてたであろうもっさりしてるっていう面なんですけど、僕なりにちょっと思ったんですけど、なんかめちゃくちゃこの映像モーションブラがかかってるなって思ったんですよね。なんか動いた時とかすごくねモーションブラがかかってるから、なんかこのせいでもっさり感じるのかなっていうのと、あとプラスその新エンジンによるその動作がかなりねリアルになってるから、それも相まってもっさり感じてるのかなと思ったんですよね。なので実際にプレイしたらそんなに操作感はあんま変わんないんじゃないかなとは思いました。まあこれは本当実際にプレイしてみないとわからない点ですよね。で、この映像、今回のこの映像は多分開発初期段階アルファ版とかなんかそういうところだと思うんですよね。開発最新段階をここで発表するってことは絶対ないと思うので、今回のこの映像を見てるとすごくグラフィックをよく見せようとして、なんかその辺のね設定もなんか最高にしちゃったりすると思うんで、まあ実際発売されたらモーションブラーとかもね切れると思うから、こんなにね見づらいというかもっさり感じないと思うんですよね、僕的に。まあこれはちょっと続報を待つって感じですね。で、次に武器だね。現代戦なんで M4A1 とか DL とか、今までのモダンウォーフェアに登場してた武器がね帰ってきたって感じですね。で、とにかく音がすごい、めちゃくちゃリアルになってて、なんか撃った時の反動とか揺れもものすごく現実っぽい感じでしたね。まあ悪く言うとちょっと狙いにくそうな感じはしたんですよ、ハンドガン撃ってる時とか。まあでもこの辺もやっぱ今までの COD とは全然違うなと思いましたね。で、銃声も撃たれた場所によって聞こえ方が本当に違って、例えばコンテナの中で撃たれるとやっぱり反響音がものすごく聞こえてたり、その辺もかなり凝ってるなーって感じでしたね。そして大事なところ、体力が100でした。150じゃなくて100、いやこれは嬉しいね。で、見ててもキルタイムがものすごく早いんで、その辺は今までの COD に戻ってるかなって感じですね。回復面なんですけど、自動回復がないのかな、このルールだけなのかな、ちょっと
わからないんだけど、注射で回復してるシーンもあって、これはね、ちょっと続報がないとわからない点なんですけど、スティムショットが、リーサル枠にありましたね。コンカッションとか入れるところにあって、そこに代わりにスティムショットがあったんですよ。そのスティムショットがないと回復してなかったんで、まあ、これは通常のマルチでもそういう仕様なのかどうなのか、これはちょっとまだわからない。続報を待つって感じで、マルチプレイの情報が次に解禁されるのが8月の1日だったかな？ここでわかると思います。次にまあ悪い点と言ったらあれだけど、まあ僕的に微妙な点かなって思ったのが、まあそのもっさりしてるところなんですけど、まあこれはさっき話したモーションブラーとか新エンジンのせいであってそう見えるだけで、実際にプレイしたらなんかそんなに今までの仕様と変わらないのかなって思うんですよね。どうなのかなこれは。まあそして今回の情報はやっぱりちょっと少なめだったかなっていう、結構もう発売日が近いんでもうちょっと見せてもいいとは思ったんですけど、全体的な情報は結構少なめなんで、8月の1日まで皆さん待ちましょうっていう。あとあれだね、クロスプレイとかその普通のマルチの映像とかもなかったからどうなるのかなっていう。まあ皆さんもぜひね、コメント欄で今回の、発表についての感想とかぜひちょっと聞いてみたいので書いてほしいなと思います。というわけで今日は短めですけどお疲れ様でした。Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom.